阪神甲子園球場です。阪神タイガース対読売ジャイアンツ17回戦の模様をお送りいたします。タイガースの先発はエースの藤浪、対するジャイアンツの先発は切れ味抜群の変化球投手杉内、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。まずは1回の表、先頭バッターは長野。第1球ストレート決まってストライク、いきなり151キロ。第2球危ない球、第3球を投げました、ボール、大きく外れました。カウントは2ボール1ストライク、外角低め、ストレートは外れてボール、カウントは3ボール1ストライクです。決まった、ストライク、投げました、打ちました、これはサード間に合いません、ファウルボール、外角高め、空振り三振。バッターは2番クルーズ。第1球投げました、内角低めいっぱい、ストライク、まずは見送りました。第2球打ったに当たりだ、レフトへ行った、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッター恐怖の核弾頭坂本、第1球投げました、外角低め見送ってストライク、いきなり154キロ、投げました、外角高め見送ってストライク。第3球インコース引っ張った、これはヒットになります、打球が転がっている、ボールはセカンドへ、坂本ツーベース、ジャイアンツ先制のチャンスを迎えます。バッターは4番阿部、阿部背番号10。第1球投げた、初球決まってストライク、いきなり150キロ。第2球投げた、ボール、外れてワンボールワンストライク。第3球を投げた、低め、直球は外れてボール、カウントは2ボール1ストライク、投げた、ツーシームはボール、カウントは3ボール1ストライクです。次は5球目、投げた、ここは歩かされます。ランナー2人を置いて迎えるバッターはギャレン。まずは2塁牽制、2塁タッチはセーフ。第1球投げました、直球見送ってストライク、いきなり151キロ、顔の前通過。第3球を投げました、高めボール球打った、ピッチャー左横のフライになり、取りました、これで3アウト。ジャイアンツ初回は0点に終わっています。1回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは北条、低めチェンジアップ外れてボール、これは完全なボール球、投げました、ボール、完全なボール球、カウントは2ボール、投げました、危ない球。第4球を投げました、変化球外れてフォアボール、杉内ストレートのフォアボールを与えます。第1球投げた、見送ってボール、一塁へ牽制球を送ります。第2球投げた、バントしました、ピッチャーの左へ転がした、一塁送球アウト、ランナー二塁に進みました。ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。第1球投げた、アウトロー、スライダーは外れてボール、これは完全なボール球、セカンド牽制球です、二塁タッチセーフ。第2球投げた、低めボール、カウントは2ボールノーストライクです。セカンド牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、ストレート見送ってストライク。第4球は打った、紙落下点に入った、取りました、これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。第1球投げた、バッターの足元、さあ次の投球投げました、2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、変化球はアウトローへ、ボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました、打った、痛烈な当たり、ライト下がった、ヒット、ライトからセカンドへ、タイガースまずは1点先制、1対0。
さあ、ツーアウトランナー二塁という場面で原口、第1球もうはっきりしたボール球、第2球投げました、2球目空振り、少し迷ったか、第3球を投げました、打ちました、いい当たり、頭上を越えた、クリーンヒット、福留一気にホームへ、タイガースリードを2点に広げます、2対0。バッターは6番ゴメス、ゴメス背番号5、第9投げた、チェンジアップはボール、第2球投げた、外れた、ボール、カウンター2ボール、第3球打った、ファール、投げた、打った、これはいい当たりだ、伸びた、伸びていった、見送った、ホームラン、第26号ツーラン、完璧に捉えられました、声援が悲鳴へと変わってしまいました。バッターは7番鳥谷、鳥谷背番号1、第9見送ってストライク、投球これから2球目、危ない球、第3球を投げた、ボール、大きく外れました、カウンター2ボール1ストライクです、打った、アルボール、追い込んでから投げた、スライダー、ボール、外角高め、完全なボール球、カウンター3ボール2ストライク、変化球外れた、フォアボール、バッターは8番山、まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ、第1球ランナースタートを切った、ストライクになった、二塁送球はどうだ、これは楽々セーフ、盗塁を許します、鳥谷今シーズン2個目の盗塁を決めています。第3球を投げました、変化球ストライク、インローへ、追い込んでいます、次が4球目、投げました、チェンジアップ、空振り三振、1回が終了しまして4対0、ジャイアンツ先制点を奪われています。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは村田、第9投げました、危ない球、第2球投げました、インコース低めいっぱい、ストライク、第3球を投げました、危ない球、第4球を投げた、インコース低め空振り、第5球投げた、完全に外れた、ボール、これは完全なボール球、ボールカウント3ボール2ストライク、打ちました、センター前進、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番亀井、第9投げた、打ちました、切れていきます、ファール、第2球投げた、ボール、カウントは1ボール1ストライクです。第3球を投げた、決まってストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、ボール、平行カウント、第5球投げました、打ちました、レフト線ぐーっと打球が上がっていきますが取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番立岡、立岡背番号58、第9投げました、フォークボール見送ってストライク、さあ次の投球投げました、危ない球、第3球はボール、インコース高め、ここはよく選びました、カウントは2ボール1ストライク、打ちました、打球はライトへ、ヒット、立岡ナイスバッティングです。バッターは代打岡本、岡本背番号、第9投げました、見送ってストライク、いきなり152キロ、ファーストランナーをちらっと見て内角、ボール、カウント1ボール1ストライク、投球はこれから3球目、打った、レフトフライ、飛距離は出ています、取ってアウト、スリーアウトチェンジ、一塁ランナー立岡残塁に終わりました。
2回の表が終わって4対0タイガース4点リードは変わりません。ジャイアンツピッチャーを交代します。杉内降板、マウンド上は西村、今シーズン40試合目の登板。タイガースこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー藤浪、見送ってボール、はっきりしたボール球。第2球投げた、ボール、カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げた、見送ってストライク、投げた、4球目ストライク。投球これから5球目、打ちました、よく取った、一塁送球、村田軽快にさばいてワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。第9投げた、インコース高め、高速シュート外れてボール、投げた、決まった、ストライク。投球は3球目、投げました、落ちる球空振り。第4球は打った、内野ゴロ、ファースト強襲、北条いいバッティングを見せました。右バッターボックスは2番上本。第9決まってストライク、いきなり151キロ。投球これから2球目、2球目ストライク、これで追い込みました。投球は3球目、スライダー、空振り三振、西村見事なピッチングです。バッターは3番高山、第1打席はレフトフライに倒れています。第2球投げました、ボール、アウトコース低め、カウントワンボールワンストライク。投げました、スライダーボール、ツーボールワンストライク、バッティングカウント。次は4球目、打ちました、これは内野ゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー北条残塁に終わりました。2回の裏が終わりまして4対0タイガース無得。ジャイアンツこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは長野、今日の第1打席はスイングアウト。第9投げました、ツーシームはボール、まずアウトコース低め、大きく外れました、外角高め、ボール、カウントは2ボールノーストライク。投げました、ツーシーム見送ってストライク。第4球を投げた、打った、ボールはライナーで右中間へ、ヒットになります。長野ナイスバッティングです。バッターは2番クルーズ、第1打席はレフトフライに倒れています。第9危ない球、さあ次の投球、流し打ち、どうだ、ライナーヒット、ボールは中継、クルーズいいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。第9投げた、リンローギリギリいっぱいストライク、初球ストライクから。第2球見送ってストライク、バッター追い込まれました。追い込んで投げた、アウトロー際どい球、ボール、バッターよく見ました、カウントワンボールツーストライク。投げた、低めボール、あっとインフィールドフライ、掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第9投げた、初球から打ってった、レフトへのフライだ、レフトバックしていった、取りました、ボールは中継、これでツーアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第9ストライク、インコース厳しいところ、いきなり151キロ、投げました、ボール、完全なボール球、カウントワンボールワンストライク。投げました、外れた、ボール、これは完全なボール球、カウントはツーボールワンストライク。ボール、アウトコース高め、カウントはスリーボールワンストライク。第5球投げました、打ちました、ライト前進、掴んでこれでスリーアウトになります。ランナー2人残塁です。3回の表が終わって4対0タイガース4点リードは変わりません。3回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。バッターは虎の鉄砲が福留。第9投げました、打ちました、初球打ち、ライト線ぐーっと打球が上がってきますが掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番原口。第9投げました、インローへ、変化球外れてボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、ボール、
カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた。打ちました。ライトへ持っていった。これはヒットになります。原口ナイスバッティングです。バッターは6番ゴメス。第9初球に送ってストライク。投球これから2球目。インロー空振り。タイミング合いません。第3球を投げた。見送ってボール。カウント1ボール2ストライク。投げた。ボール。はっきりしたボール球。カウントは2ボール2ストライク。投げました。インハイ。空振り三振。最後は148キロストレート。第9投げました。危ない球。第2球投げました。危ない球。第3球を投げました。決まってストライク。タイミング合いません。第4球を投げました。打ちました。ショート右。坂本2塁踏んでアウト。3アウトチェンジ。阪神甲子園球場からお送りしています。阪神タイガース対読売ジャイアンツ、序盤終了しまして4対0。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは村田。第1打席はセンターフライに倒れています。投げた。ツーシーム見送ってストライク。第2球投げた。決まってストライク。変化球にキレがあります。投球はこれから3球目。フォーク空振り三振。村田いいようにやられてしまいました。第9投げた。初球を打ちました。上本掴んだ。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは8番立岡。これが2度目のバッターボックス。第9投げた。ストライク。いきなり150キロ1球目ストライクから投げた。打った。ファール。投球はこれから3球目。ボール。カウント1ボール2ストライク。投球これから4球目完全に外れた。ボール。カウントは2ボール2ストライク。バッターの足元。第6球を投げました。打ちました。ライト前に出る。取って、これで3アウトチェンジ。ジャイアンツ三者凡退に倒れました。4回の表が終わって4対0。タイガース4点リードは変わりません。4回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは大和。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。さあ次の投球。投げました。スライダー見送ってストライク。投球はこれから3球目。高めボール球打った。サードグラウンド。ボールをつかみました。第9投げました。アウトコース低め。外れてボール。第2球投げました。危ない球。投げました。決まった。ストライク。第4球は危ない球。第5球投げた。打った。村田下がっていった。ヒット。藤浪いいバッティングを見せました。バッターはトップに返って北条。第9投げた。高速シュートはストライク。まずは入れてきました。さあ次の投球。打った。ヒット。藤浪二塁決定。三塁へ。北条ナイスバッティングです。ピンチを広げています。ジャイアンツピッチャー交代です。西村降板。マウンド上ピッチャーは山口。これが9試合目の登板。まずは一塁牽制。タッチはセーフ。第9投げた。ボール。第2球投げた。外れた。ボール。カウントは2ボールノーストライク。ファーストランナーをちらっと見て投げた。3球目ストライク。さあ4球目打ちました。これは打たされてピッチャーフライ。マウンド前方掴みました。これで2アウト。ランナーは1塁3塁変わりません。第9投げました。初球を打った。ピッチャー返し。坂本自らベースを踏んで3アウト。山口なんとか踏ん張りました。4回の裏が終わりまして4対0。タイガース現在4点をリードしています。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー山口。ストレートはボール。第2球決まった。ストライク。
投球はこれから3球目。打ちました。北条取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。第9球、初球はストライク。初球ストライクから投げました。打ちました。第3球を投げました。ボール。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました。危ない球。次は5球目。打ちました。引っ掛けた。北条交代。ショート取りました。これで2アウト。ランナーありません。右バッターボックスは2番クルーズ。今日3打席目。第9球。投げました。膝元。フォークは外れてボール。第2球。投げた。直球見送ってストライク。投球はこれから3球目。見送ってストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから投げた。外角低め。ボール。大きく外れました。カウント2ボール2ストライクです。打った。ライト前進。取りました。これで3アウト。ジャイアンツ三者凡退に打ち取られました。5回の表が終わって4対0タイガース依然4点リードしています。5回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。バッターは虎の鉄砲型福留。第9球投げた。見送ってボール。第2球投げた。打ちました。ヒットになります。福留いいバッティングを見せました。バッターは5番原口。第9球投げた。ボール。一塁牽制、タッチセーフ。投球これから2球目。危ない球。第3球を投げました。空振り。第4球を投げました。打ったい当たりだ。ボールはレフトへ飛んで、レフト取りました。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。第9球投げました。1球目ストレート空振り。第2球見送ってボール。これはわずかに外れています。カウントは1ボール1ストライクです。おっと、これは当たった。デッドボール。ランナー2人を置いて迎えるバッターは鳥谷。今日はフォアボールとショートゴロ。第9球投げました。初球空振り。少し迷ったか。1球目空振りから第2球ストレートはボール。内角低め、大きく外れました。カウント1ボール1ストライク。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチはセーフ。第4球を投げました。打ちました。もう一度二塁牽制球です。さあ5球目、空振り三振。バッターは8番山。今日は三振とファウルボール。第9球投げた。決まってストライク。肩越しにランナー見た。投球これから2球目。チェンジアップ見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げた。打ちました。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。2者残塁。前半が終わりまして4対0タイガース現在4点をリードしています。ゲームは後半に入ります。バッター恐怖の核弾頭坂本。第9球初球ツーシーム空振り。初球空振りから投げた。危ない球。第3球を投げた。打った。第4球を投げた。外れた。ボール。カウントは2ボール2ストライク。投げました。打った。痛烈な当たり。レフト前ヒット。クリーンヒットです。坂本ナイスバッティングです。バッターは強打の名捕手阿部。今日はフォアボールとレフトフライ。第9球投げました。初球から打ってった。右中間へ持っていきましたがライトを取りました。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。まずは一塁牽制。一塁タッチセーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。再び牽制球を送ります。藤波ランナーの動きを警戒しています。危ない球。投げました。危ない球。
第3球を投げました。インハイ見送ってストライク。一塁へ一つ牽制球を送りました。第4球を投げました。打ちました。フラフラっと上がった。上本余裕があります。上本掴みました。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。第9投げた。打ちました。あっと引っ掛けた。内野ゴロ。サードから1塁送球アウト。3アウトチェンジ。結局1塁残塁です。6回の表が終わって4対0タイガース依然4点リードを保っています。タイガースこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターピッチャー藤波。危ない球。第2球投げた。打った。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。打順は1番に帰って北条。第9球初球決まってストライク。まずは決めてきました。第2球ボール。カウントワンボールワンストライク。レフトへのフライになった。紙取りました。これで2アウト。ランナーありません。右バッターボックスは2番上本。第9投げた。完全に外れた。ボール。完全なボール球。第2球投げた。ストレート見送ってストライク。第3球を投げた。決まってストライク。次は4球目投げました。打ちました。ファウルボール。第5球投げました。打ちました。ヒット。上本いいバッティングを見せました。バッターは3番高山。今日はここまで3打数ノーヒット。第9投げました。見送ってボール。初球様子を見てきました。第2球投げました。ボール。カウントは2ボール。第3球3球目ストライク。次は4球目投げました。打ちました。ファール。さあ投球は5球目。外角空振り三振。山口三安がうなります。阪神甲子園球場からお送りしています。阪神タイガース対読売ジャイアンツ中盤まで終了しまして、ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回のトップバッターは亀井。今日はレフトフライとセカンドゴロ。初球フォークボール空振り。キレのある変化球。第2球投げた。ボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた。低めボール球打った。当たり損ない。一塁へ送る。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは8番立岡。これが3度目のバッターボックス。第9投げた。初球見送ってストライク。まずは見送りました。第2球投げた。ストライク。早くも追い込まれています。追い込んで第3球を低めボール。ここはよく選びました。カウント1ボール2ストライク。150キロ直球空振り三振。ピンチヒッターは相川。第9投げた。危ない球。第2球投げました。決まってストライク。投げました。危ない球。第4球を投げました。打ちました。セカンド前方のフライになりました。セカンドが落下点に入りました。掴んでこれで3アウトになります。満員の甲子園スタンドからカラフルなジェット風船が勢いよく舞い上がりました。ジャイアンツピッチャーを変えてきました。山口降板。マウンドに上がったのは田原。今日4人目のピッチャーとして登板です。第9投げました。打った。バットが折れました。フラフラっと上がった。サードをつかみました。これでワンアウト。ランナーはありません。第9投げました。打ちました。初球打ち三遊間へのゴロ。アウト。これで2アウト。ランナーありません。右バッターボックスは6番ゴメス。第9投げた。ボール。第2球投げた。2球目ストライク。第3球は
打ちました、破った、ボールは中継、ゴメスナイスバッティングです。バッターは7番鳥谷、これが4度目のバッターボックス。第9球インサイド決まってストライク、まずは入れてきました、肩越しにランナー見た、投げた、決まった、ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。追い込んでから第3球を外れた、ボール、カウント1ボール2ストライク。次は4球目、投げた、インコース引っ張った、ライトの右、ファウルボール。第5球投げた、ストレート、空振り三振。7回までが終了しまして4対0タイガース、ラッキーセブンの攻撃は0で終わりました。さあここは守備を変えてくるようです。ジャイアンツこの回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは長野。第9投げました、初球空振り、変化球にキレがあります。さあ次の投球投げました、カットボールはボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、ボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました、ボール、カウントは3ボール1ストライクです。次は5球目打った、次は6球目投げました、外角高め外れてフォアボール、先頭バッターしっかりと見極めました。藤浪降板、左の岩崎今日2番手としてマウンドに上がります。右バッターボックスはクルーズ、今日はここまで3打数1安打。第9投げた、初球サークルチェンジ空振り、タイミング合いません。第2球投げた、ボール、バッターよく見ました、カウント1ボール1ストライク。一塁牽制球を送ります、タッチはセーフ。投球はこれから3球目打った、レフト前進、レフト掴みました、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げた、アウトロー、スラーブ外れてボール、慎重に攻めてきます、ボール、これは完全なボール球、カウントは2ボールノーストライク。投げた、直球決まってストライク。さあ4球目インハイへ、変化球ボール、カウントは3ボール1ストライク。第5球投げた、ストライク、インコース厳しい球。第6球を投げました、打ちました、投げました、外角低め、空振り三振。バッターは強打の名捕手阿部。第9投げました、危ない球、タイガースここは引っ張りに警戒します、ストライク。第3球を投げました、流し打ち、ファール。第4球は変化球、空振り三振、2者連続三振になりました。岩崎3番4番と連続三振で切り抜けています。8回の表が終わって4対0タイガー。8回の裏これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは山。第9アウトローを見送ってストライク、まずは決めてきました。第2球投げました、打ちました、ギャレット掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。第9ストライク、まずは入れてきました。さあ次の投球投げた、2球目ストライク。第3球はスローカーブ、空振り三振、田原ナイスピッチング。第9投げた、インロー際どい球、ボール、わずかに外れました。投げた、ボール、インローへ、カウントは2ボールノーストライク。投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、当たり損ねのサードゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。田原三者凡退、無得点に抑えています。8回の裏が終わりまして4対0タイガース、現在4点をリードしています。さあいよいよ9回に入ります。この回の先頭バッターはギャレット、決まってストライク。1球目空振りから、危ない球、タイガースここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。アウトコース高め空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げた、スラーブ、空振り三振、三者連続三振。右バッターボックスは6番村田、今日4度目のバッターボックス。
第9投げました。初球打ちました。ライトへの打球掴みました。ここは意地を見せてほしい。バッターは7番亀井。ジャイアンツ最後のバッターになるのか。投げました。スラーバーストライク。第2球投げました。アウトコース低め、外れてボール。はっきりしたボール球。カウント1ボール1ストライク。第4球を投げました。インハイ際どい球。ボール。カウントは3ボール1ストライクです。第6球を投げました。直球見送ってフォアボール。代打は中井。まずは一塁牽制、タッチセーフ。第1球投げた、見送ってボール。第2球投げた、打った、右中間へのフライ、ライト前に出る、取りました。ゲームセット。ジャイアンツ敗れました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように4対0ジャイアンツ敗れました。勝利投手は藤浪、敗戦投手は杉内、実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。We'll be right back.